愛の挨拶作品12は、イギリスの作曲家、エドワード・エルガーが作曲した楽曲。1888年に、キャロライン・アリス・ロバーツとの婚約記念に送った曲で、エルガーの作品中では、初期のものである。タイトルは当初、ドイツ語を得意としていた、アリスのために、リーベス・グルースと名付けられたが、出版に際して、出版社から、フランス語に変更を求められ、 サルーダムールとしたものである。なお、英語タイトルは、ラブズ・グリーティングという。楽譜の売れ行きは好調だったものの、エルガーには、数ポンドの収入しかもたらさなかった。まだ、エルガーは厳しい暮らしだった。もともと、エルガーのピアノの生徒であったアリスは8歳、年長であり、宗教の違いや、当時はまだ無名の作曲家と、陸軍少将の娘という身分格差から、 アリスの親族は二人の仲を認めなかったため、反対を押し切っての結婚であった。エルガーは、ピアノ独奏用、ピアノとバイオリン用、小編成の還元楽などいくつかの版を残した。他にも、各種の編曲がなされ、エルガーの作品の中では、更新曲、イフ堂々第一番や、第四番に並んで有名な部類に入る。優美な曲奏が幅広い支持を集めている。 補聴調,調、4分の2秒子のシンコペーションで緩やかに、始まり、有名な旋律が現れる。中間部は、都聴調の感銘な展開。すぐに、補聴調,調主題が再現し、コーダで多少高揚があって集結する。今日、日本人演奏家の間でも、人気の高い商品の一つである。バイオリン版では、原曲の補聴調,調で演奏される場合は高度な。 音程技術が要されるため、解放弦を用いることで、技術的に容易となる二丁調,調で演奏されることも多い。0番は二丁調,調。なお編曲の際にはしばしば異調される。ありがとうございます。